クリスティアン・ナザリト・トゥルケは、コロンビア・トリマ県、ビジャリーカ出身のプロサッカー選手、あるアハリドーハ所属。ポジションはフォワード。2007年、16歳の時にアメリカでカリで、プロデビューを果たした。同年の FIFAU-17 フフワールドカップに U-17 コロンビア代表として出場。4試合で3得点を挙げて、チームのベスト16入りに貢献した。2008年に、 インデペンディエンテサンタフェへ移籍。2010年、30試合で11得点を挙げる、活躍を見せ、チェルシー FC やレアルマドリードから興味を示された。スピードと身体能力を活かしたプレーは、コロンビアのサミュエル・エトーとも評された。2011年、アメリカ MLS のシカゴ・ファイアーへ移籍したが、目立った結果を残すことはできず、1年で退団。その後は、 国内クラブやチリーの2部リーグでプレーしたが、いずれも目立った活躍はできなかった。2014年、日本ロジェリーグ FC ギフへ移籍すると眠っていた、才能が開花するように、リーグ戦でチーム最多となる17得点を挙げる。シーズン終了後、契約満了に伴い退団する。2015年、コンサドーレ札幌へ完全移籍した。しかし、 24試合で5得点と期待に応えられず、1年で退団した。2016年、デポルティーボパストに移籍した。ありがとうございます。